ある日、マリオのところへヨースター小学校の先生をしているピーチ姫が駆け込んできました。小学校の大事な宝が入った金庫が盗まれたの。え、なんだって？見て、こんな手紙が置いてあったの。回答 W？ ん？そうだ。マリオ、ありがとう。宝物が戻って、ピーチ姫は大喜びです。これは私の大切な漫画の本が入っているの。中には漫画の雑誌が何年分も入っていました。なんだ、これが宝物か。意外な中身に思わずみんながっかりしてしまいました。